ようと決めた時、応援の言葉は一つも出なかった。ブラック差別で苦しんでる人が今もいます。この笑顔の邪魔なんてさせない、させるもんか。また悪辣な CM が流されてますね。こんなもんね、ブラック差別解消 CM じゃなくて、こうブラック差別推進 CM ですね、こんなものは。僕このチャンネルで前にそのブラック差別より結婚差別なんて存在しないって言ったんだけども、いやもうそんなレベルじゃないですよね。もう結婚差別っていうのはもうこれはもう悪質なデマと言っていいですね。デマです。でしかもそれを流してるのがね、こういう人権擁護局とかね、この地方の童話と名の付く部署ですね。そういうね、公的機関が流してるね、悪質プロパガンダ、悪質デマですね。だから皆さん、そういうものに踊らされたらいけないですね。結婚差別っていうのはね、ないんです。だからこんなね、ことありえないことをこうやってね、CM で流して、まだ根深い差別があるんですっていう、なんか国民の分断を図ってですね、そしてなんかこの童話予算を引き出そうっていうね、すごく悪辣な取り組みなわけですね。で、僕はそういうことを言うとね、まだ差別があるんだ、現実を見ろとか、お前は差別者だとか言う人はいるんだけども、ああ、そうですか。じゃあ、100歩譲ってね、じゃあ今もブラック差別、結婚差別というものが厳然と存在して、僕はこう嘘を言ってるとしましょうよ。うん。じゃあ、僕を差別者だって非難してね。じゃあそれでなんか得します？それで得する人って誰ですかって。だって僕は結婚差別ないですよ。その部落の人と結婚したって別にどうってことないし、別にその、婚姻届をね、突き返されることもないし、別にそんな、いちいち家族にね、断らんでも、普通に紙幣1枚出せばいいじゃないですかっていうことを、そういうことを僕は言ってね。誰か損しますかね？別に損しないでしょ？むしろ、ブラック差別解消推進になるんじゃないですか？こういうことを言った方が。ね？だから、じゃあ、それをね、そういうことを言うことに対して、お前は間違ってるっていうことを非難することで一体誰が得するんですかね？って言ったら、それは差別を利用して金儲けしてるような人々ですよ。うん。そういう人は差別があった方が嬉しいでしょ？だから、そういう人たちは、この、結婚差別はデマだっていうふうに僕は真実を言うと、ものすごくね、怒るわけです。自分が食えなくなるから、お金もらえなくなるから。ということでね、そういう、その悪質なね、悪質なデマ、悪質なプロパガンダに乗せられないようにですね、こういうおかしな CM を見てしまった後はですね、神奈川県人権啓発センターにぜひチャンネル登録してですね、啓発されていただければいいと思います。ということで今日はね、結婚差別というものはもうないところか、もう結婚差別は悪質なデマ、プロパガンダであるということをですね、説明いたしました。ぜひね、もう一度言いますよ。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。